環球原子力潜水艦領海侵犯事件。環球原子力潜水艦領海侵犯事件。環球原子力潜水艦が異審判事件は、2004年、平成16年11月10日に発生した中国、人民解放軍海軍の艦型原子力潜水艦、石垣島周辺海域を領海侵犯した事件である。日本政府は、海上自衛隊創設以来二度目となる。 海上警備行動を発令した。2004年、平成16年10月中旬、中国の北海艦隊チンタオ海軍基地から艦、反急原子力潜水艦が出港した。潜水艦は、チンタオから沖縄本島に向かってまっすぐ進み、上海と沖縄本島との中間点付近で進路を南方にとり、10月中旬に宮古島付近を通過してフィリピン海に出た。 そして、宮古島南方海域で、グアム島に向けて、進路を取り、沖の鳥島近海を通過して11月上旬に、グアム島に達した。その後、潜水艦は、グアム島沖 150km 地点で島の周りを一周、してキ路に着いた。この潜水艦の動きは、出港直後からアメリカ軍により探知されており、沈田沖からは、アメリカ海軍と海上自衛隊により、 常時監視されていた。キロは、オーロのさらに南方海域を、フィリピンのルソン島に向かって精神し、ルソン島遥か西方で、北北西に進路を取る。11月8日、深夜、潜水艦は、石垣島に向かって、まっすぐ進路を取った。海上自衛隊は、共に潜水艦の監視を行っていた、台湾海軍から、先島諸島に向かって進行中との通報を受け、 海上保安庁と共に潜水艦の大掛かりな追尾を開始した。海上自衛隊は P-3C 哨戒機によるパッシブその部位投下により追尾体制に入った。さらに護衛艦、クラマ、ユーラジ、両艦とも佐世保基地所属を現場海域に派遣し無線による警告を行った。同時に中国政府に船舶の問い合わせを行ったが、 中国政府から何の返答もなかったことから、国籍不明潜水艦として対応することになった。11月10日午前4時、潜水艦は警告を無視して北北西に進み、石垣島南南東 33km で北に転進する。P-3C はアクティブその部位の投下を開始し、潜水艦の正確な位置を特定しつつ追跡を行う。 11月10日午前5時40分、海上自衛隊の護衛艦はソーナーを、パッシブモード、音波受信専用から、アクティブモード、単身音送受信モードに変更し、精密測定と、領海侵犯に対する警告を開始した。11月10日午前6時55分、石垣島は日の出を迎えた。海上保安庁の航空機によって、うっすらと海面に見える艦影が撮影された。 また、海上保安庁は、付近の航行船舶に対し、航行警報を出し注意を呼びかけた。11月10日午前5時48分から7時40分にかけて、潜水艦は先行したまま石垣島と田良間島間の日本国の領海侵犯をした。これは潜航中の潜水艦の領海内の航行が、無害通行に該当しないから出る。 午前8時45分に防衛庁から海上警備行動が発令された。これは目標がさらに北上し、尖閣諸島付近の領海を再度侵犯する恐れが生じたためである。午後9時海上自衛隊の護衛艦と SH-60 聖昇海ヘリコプターのリッピングソナーは潜水艦をソーナーで探知した。ただし、 この時警告爆撃などは行わなかった。潜水艦は東、シナ海に出てから追跡を交わすために進路を複雑に変更し、デコイ、おとりの射出やエンジン停止を行うなどしたが、追跡は継続された。11月12日午前7時10分、潜水艦は沖縄本島の北西約 480km で日本の防空識別圏を出たが、 震度を見定めるために追尾は継続された。11月12日午後1時海上自衛隊は、ソーナーをアクティブモードからパッシブモードに変更した。潜水艦は、この時点で少なくとも55時間は先行状態であったため、原子力潜水艦と断定された。11月12日午後5時50分、ハリ路上中国海軍の原子力潜水艦と判断、でき、 かつ、再度領海侵犯の恐れがなくなったことから、防衛庁長官と統合枠領会議議長らの防衛会議を行った。潜水艦が上海沖に達したため、海上自衛隊は追尾を中止、海上警備行動を終了した。町村信孝外務大臣は、潜水艦の航跡や、オトモン海上保安庁航空機が撮影していた、潜水艦の写真の分析から、 国籍不明潜水艦が中国海軍所属の環球原子力潜水艦と判断し中華人民共和国特命全権講使のほど A、花を外務省に呼び出し抗議した。ほど A、花は調査中につき抗議は受け入れがたい。と答えた。11月16日未明に当該潜水艦は沈下を海軍基地に入港し艦長は国海艦隊司令部で 事情聴取を受けた。同日11時、中国外務次官の武隊は、調査の結果、中国の原子力潜水艦と確認した。事件の発生を中国として遺憾に思う。通常の訓練の過程で、技術的原因から、石垣水道に誤って入った。と釈明した。しかし、中国主要紙では、外交部の報道官の、 この問題に対しての質疑応答部分が削除され、掲載された。11月19日、台湾、中華民国の沈水編総統は、原子力潜水艦の関連情報を事前に日本とアメリカに提供した。と交流協会会長のハットリレイジローに語った。日本は、潜水艦を完璧にマークすることには成功したものの、海上警備行動発令のタイミングが遅れ。 先行したまま30分も、了解審判されながら、その間必要な対処ができなかったことが、問題になった。事前に、海上保安庁単独では対応できない、水中航行する潜水艦と判明していたにも、かかわらず、国土交通省と防衛庁との間の調整と、政治決断に時間がかかりすぎたためである。本件の経過を受け、潜水艦のように明らかに、海上保安庁では、 対応不能な不審戦事案に関しては、最初から海上自衛隊が対処するよう運用が改められた。また、当初より環境原子力潜水艦と分かっていても、最終的なオトモン特定に時間がかかり、正式に抗議したのは事件の数日後になったことから、情報確定の困難さ、有事体制発動遅延の可能性が浮き彫りになった。この事件に関して、 南見に恵み一沖縄県知事をはじめ、沖縄県内の市長による中国政府への抗議声明は特になかった。中国海軍が設定した第一列島線を突破できる海峡は、大隅海峡、奄美大島宝島、沖縄本島宮古島、与那国島台湾、及び台湾海峡の5カ所しかなく、この海峡は日米の哨戒監視網で常に監視されているため、 中国海軍の潜水艦が秘密裏に概要に出るためには沖縄本島から宮古島周辺にかけての比較的警戒範囲が広く警備の手薄になりちな海峡に侵入するしかない。そのため沖縄近海では中国の海洋調査船が海水温の分布や海底地形を探査するために日本政府に無断で日本の排他的経済水域内での海洋調査を続けており 日米両政府の懸案になっている。軍事評論家の田岡俊二は、次著、北朝鮮、中国はどれだけ怖いか、朝日新聞出版館において、石垣島と入リオ島を見間違えた、航路逸脱を主張している。それによれば、かつて、ソ連海軍の核武装した潜水艦が、スウェーデンの軍港沖に座礁した、ウィスキー・オン・ザ・ロックと同様に、無能な潜水艦乗りが犯した。 お粗末な操船技術が原因で、あが日本側を威嚇するために真相を秘匿したというものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。